どうも、クロノです。デュエリストカップで G 投げられまくって切れたので G 狩りやっていきます。枚数調整しながら回してたので若干対戦中とレシピ異なるけど基本は一緒です。細かいレシピは最後にして対戦へ。対戦よろしくお願いします。こちらの先行、これはまだ展開できるか怪しい初手。全体を手札から捨てて暗黒界のモンサーチ。そのまま発動して効果、墓地から悪魔族を除外し、手札から悪魔族を捨てることでドロー、セルリ。まあ悪くない。効果で手札から捨てられたレインでレベル5以上の暗黒界サーチにチェーンして除外された全他効果。暗黒界カードが場に存在するので特殊召喚。暗黒界は手札から捨てられたら発動する効果で展開していく。レベル7以下の暗黒界をバウンスして墓地からレイン蘇生。展開札がなくなったので手札抹殺。手札抹殺は手札に抱えた暗黒界効果を一気に起動してくれる。効果で捨てられたケルトを蘇生。名称ターン1じゃないので2体。グラファの強制効果で相手の場を破壊。これは対象がいないので不発。グラファはグラファ以外の暗黒界モンスターを何でも1枚バウンスして蘇生。手札が増えるよ、やったね。暗黒界の門はターン1効果なので張り替えて再び発動。全体を除外しセルリを捨てることでドロー。効果で捨てられたセルリを相手の場に特殊召喚。セルリは暗黒界カードの効果で蘇生すると相手手札を1枚捨てさせる。ケルトは相手の効果で捨てられると悪魔族をリクルートできる。レベル8モンスター3体でジャイアントトレーナー。こいつは素材を1つ外すことで1枚引ける。なおこの効果は1ターンに3回使えるので素材を全部使って3枚ドロー。おまけのバーンがどうでも良くなるくらい3ドロー強い。場の暗黒界をバウンスすることで墓地からレインとグラファを蘇生。この効果にどっちもターン1ついてないのヤバすぎる。なぜか高レベル並べながら手札3枚増えたよ、不思議だね。レベル8モンスター2体でバンファイア。未開域共通効果で手札から自慢して1枚捨てる。捨てたカードが同盟以外なら特殊召喚してドロー。この効果は捨てながら展開する暗黒界とあまりにも相性がいい。バンファイア効果でお互いのデッキトップ4枚を墓地に送り、その中のモンスターをこっちの場に蘇生。同じ種族のモンスター2体でアカシックマジシャン。リンク成功時にリンク先のモンスターを全てバウンス。未開域共通効果にはターン1がないので再び自慢。場のモンスター3体を生贄に邪神アバター降臨。なんで登場演出ないんだ、神だぞ。モスマン、自慢。効果で墓地に送られたセルリを相手の場に蘇生。暗黒界の墓地に送られたら効果は相手に送られると追加効果が使える。スノーが捨てられたので暗黒界カードをサーチし追加効果で相手モンスターをこっちの場に蘇生。レベル4モンスター2体でデュガレス先生。永続魔法を置いてからデュガレスのドロー効果。素材を外して2枚引いた後1枚捨てる。未開域共通効果でチパカブラを自慢。ファッキン。未開域モンスターは自身が捨てられると名称ターン1の固有効果が発動。チパカブラでモスマンを蘇生し、名前が異なるモンスター4体でスカルデッド。4体素材スカルデッドのリンク成功時に4枚引いて3枚デッキに戻す。モスマンを自慢して特殊召喚しながらドロー。ブラウが捨てられたのでさらにドロー。ジャッカロープを相手に見せてお祈り。ナイススナイプ。セルリは暗黒界をフルパワーで起動してくれる。卑劣にも相手モンスターによってハンデスされてしまう。しかし相手に捨てられたケルトは蘇生しながら悪魔族をリクルート。さらに暗黒界の踏み殿が反応。悪魔族が暗黒界カードの効果で捨てられたので1枚捨ててから2枚ドロー。ケルトは適当な暗黒界をリクルートしておく。ほとんどの暗黒界にはターン1がないので何度でも効果を使える。墓地に送られたスノーで暗黒界カードをサーチ。デッキが薄くなってきたので貪欲な壺。墓地のモンスター5枚をデッキに戻してから2枚ドロー。暗黒界をバウンスしてレインを蘇生。レインをバウンスしてグラファ蘇生。この動きだけで手札2枚増えてるんだよな。スカルデッド3体素材効果でモンスターを手札から特殊召喚。名前が異なるモンスター4体でアポロウーサ。場を4つも開けられるなんて強力なモンスターだぜ。ネッシーを自慢してネッシー以外が捨てられたので特殊召喚してドロー。なんでお前には演出あるんだ。チパカブラを自慢。共通効果とブラウで2枚ドロー。効果発動することなくいきなり墓地からレイングラファ。リンク以外のモンスター2体でマスカレーナ。グラファが墓地に行ったのでまたバウンス蘇生。名前が異なるモンスター3体でトロイメアグリフォン。グリフォンのリンク成功時に手札を1枚捨て、墓地の魔法罠をセット。この捨てる効果はコストなので暗黒界効果は使えない。ここまで手札増えると未開域共通のランダム効果も安心できる。今墓地に行った当局効果で暗黒界を捨てて自身を回収。捨てられたケルトは蘇生。ここで暗黒界の当局、悪魔族を融合召喚。素材はバカ墓地から除外するが暗黒界を融合する場合手札を捨てることも可能。そしてケルトはレインで手札に戻る。エンドフェーズ、抱えきれない手札は墓地に。現在相手はグリフォン効果でリンク状態じゃないと特殊召喚した場のモンスター効果を使えず、邪神アバターの恐るべき効果により2ターンの間魔法罠を発動できない。アルバス効果は有神王グラファでチェーン。アルバス効果を1枚選んで捨てさせる効果に書き換える。理不尽にも相手に捨てられてしまったパール効果。こっちの場に暗黒界を蘇生し、墓地から悪魔族を相手の場に蘇生。
相手に押し付けた井戸によって相手は召喚系を全て封殺された。モンスターも魔法穴も封じる。これぞタイムストップデュエル。いや攻撃だけはできるか。突撃してこいよ。無駄だ。場にセットした瞬間アバターで発動を封じられる。貪欲で回収済みだから次のターンも降臨させてもう2ターン使えなくしてやる。本当に突撃するやつがあるか。対戦ありがとうございました。対戦よろしくお願いします。こちらの先行、ここからはジーガリ講座の時間だよ。初動は未開域、共通効果で暗黒界を捨てられるとかなり楽に動ける。汚なGがこの野郎、こっちが展開系デッキ使ってる時に限って相手全員の手元に行きやがって、絶対許さんぞ。そんなにドローしたいなら好きなだけ引くがいい。墓地に送られたゴキポールで昆虫族をサーチ。妨害引かれる前に止められたくない効果を使っておく。ジュガレスのドロー効果で2枚引いて1枚捨てる。セルリを引けてスノーで全体をサーチできるのでかなり動きやすくなった。最終兵器手札抹殺もあるがこいつに頼ったデッキ切れはやりたくない。プライドにかけて1枚ずつ引かせて倒してやんよ。ジャッカロープの固有効果で未開域をリクルート。暗黒界の門で全体を除外。セルリを捨ててドロー。全体は暗黒界の門サーチと門効果発動後の特殊召喚まで完結した効果を持っている。セルリを相手の場に置いたことでガンマ法要なんかはケア。レインはレベル5以上の暗黒界サーチに加え相手に捨てられるとレベル4以下の暗黒界をリクルート。おうん。まあいいや、むしろ場を開けてくれてありがとう。表側カードをバウンスしてゼクロスを墓地から蘇生。生まれ変わったモン効果で暗黒界を捨てながらドロー。ここで未開域化してるカードを引きたい。仕方ない。本当は頼りたくなかったが妨害してくるのが悪いんだ。手札抹殺でお互い手札全部捨ててその枚数分ドロー。G で増えた相手のドロー枚数がエグい。こっちは捨てたカードが全部暗黒界だったのでそれぞれ効果発動。なんか来た。捨てられたカード的にも相手はクシャトリラだったか。ティアラメンツだったら抹殺から動かれてちょっと面倒なことになってたかもな。レイングラファのバウンス蘇生はそれだけで G ドローを加速させる。これがあるから20回特殊召喚とか結構簡単にできる。相手からプレゼントしていただいたトークンを利用してスカルデット。アバター引きたいよアバター。ランダムハンデスでアバター捨てたくないのでドロー前にネッシー。ネッシーだけは自分を捨てても別の未開域になるだけなのでストレスフリー。セルリでレインを捨ててデッキ圧縮。特殊召喚は墓地から相手の場にも出せるのでセルリを出してさらに展開。ケルトのリクルートは相手の場に移動を投げつけることもできるが今は相手の場が埋まってるな。スカルデットの特殊召喚効果で捨てられず残ってるグラファを出して、レイングラファで相手にドローさせつつレベル8を揃える。ここからは適当にリンク召喚してとにかくドローさせる。さようなら、レイペンバー。対戦よろしくお願いします。こちらの高校、なんてことだ。高校になってしまうとは情けない。このデッキはランダムハンデスという性質上誘発を詰めない。なので相手にフル展開を許した状態でターンを迎えなければならない。多少の妨害程度なら暗黒界の展開力で超えられるかもしれないが、墓地へ行くカードは除外される系を構えられるときつい。控えめに言ってクシャトリラゲロ思いです。相手は双剣か、いつの時代も一定数いるテーマだな。モンスター無効と何でも無効プラス誘発くらいは覚悟しないと。
行きますか。先行がフル展開して G 握ってるの大罪じゃね。こうなったら意地でもデッキとかしてやる。初手モスマンは理想の手札を捨てた。本来は自分のカードを戻すための赤シップとセキュリティで場の妨害は踏めるとして、G で引かれるであろううらら、双剣ならベイラーもありそうだな。このあたりの誘発を処理できるかが重要だ、と思ってたらどうでもいいところでうらら踏めた。これでギュガレスとスカルデッドが動きやすくなる。このタイミングでセルリか、ブラウ捨てて2枚ドローするしかない。お、ここで抱擁？残念ながらセルリはすでに君のポケモンだ。向こうにはできないぜ。無理やり止めてきた。ゼンタデモン引っ張った後キュリオス出してバロネス踏めるかチェックする。そこ止めるの？予想外のところで見えてる妨害踏み切れた。モスマンの固有効果はお互い1枚引いて1枚捨てる。当然暗黒界効果を起動できる。ゼンタのサーチは何度でも使えるので門で除外して特殊召喚してからレイングラファでバウンスするとデッキの門を掘り起こせる。アバター用に召喚剣残したかったけどこれ以上展開できそうにないのでゼピュロス召喚。その気になれば召喚剣使わず動けるのが強い。いざって時の自己ケアに召喚剣使えるしな。火属性を含むモンスター2体で引いた。引いたはギュガレスとジャイアントトレーナーを素材に出せて、相手のうららを釣ってアーケティスを作れる。アーケティスのシンクロ成功時にチューナー以外の素材の数だけドロー。これである程度復活した。スノーは全暗黒界に触れる万能サーチ、セルリかフミトノを持ってくることが多い。スカルデッドは折り返しポイント、ここで今後の展開手段を整える。参戦は高校で普通に強いのに加え、セルリが相手モンスター扱いなので自力で発動条件満たせる実質強力なツボ。ヴァンパイアは相手のデッキ破壊するマンとしての側面もある。こっちのデッキからレイングラファを落として相手のチューナーを釣れるのが理想。アカシックマジシャンは暗黒界の悪魔族だけでなく、ジャイアントトレーナーとキュリオスの戦士族、霊使いの魔法使い族、ごく稀にセキュリティマスカレーナのサイバース族を素材に出せる。じゃあ、終わらせようか。対戦ありがとうございました。ここからはおまけ、冷静に G を買っている様子をご覧ください。
改めてデッキレシピ。このデッキは先行ワンキルする方じゃないから最終盤面で制圧できるようにしてある。制圧担当の井戸とアバターはどっちも悪魔族で一部暗黒界のコストに慣れて一石二鳥。理想の動きとしては2回1とセルリでアド稼いでからアカシックでセルリバウンス、稼いだアドでジャイアントトレーナー出してからスカルデッドで手札調整、最後はアポロウーサグリフォン友人王の妨害立てながらアバターと井戸でロック。先行でここまで回せたらまず負けはないだろう。初動が決まってるわけじゃないので変な事故り方するのはご愛嬌。それじゃあ今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。